沈黙大食いじゃねえか稲町をマイクセックスしてきました。はい、ちょっとこのね、ロンドンで一番美味しい、キュウリを使ったドリンク、これちょっとレビューしていきたいと思います。キュウリって英語でなんて言うんですか？キュウリは英語でキュウカンバー。おお、グッドキュウカンバースメル。ほぼザーメンじゃねえか。なんか日本の飲み物に似てるもんない？探すわ。なんかスポーツドリンクを炭酸にしてめっちゃ薄めたもんみたいな。まあでもあれか、体にはいい味なのか。ちょっといい味はしてる。なるほどね。でもじゃあまた飲むかってやったら怪しい。来ました、バズ。あのバズによって俺たちはカムデンマーケットに行く。イエー。あ、ユニフォームショップとかあるわ。ゴーカー。俺たちはロンドンで一番行かれた街、カムデンマーケットにやんできたぜ。おーい、そう、ビッグビッグビッグモール。あ、フーガとライがいる。あー、イエー、ビューティフォー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 。東京では間違いなく浮くし、おそらくロンドンでも浮くっていうね。宇宙人火星のまさかの登頂。これってロンドンなのかな、わかんない。でもそこ考え出したら終わり。あ、本当だ、ビッグベンだ。あれ別に言うて好きじゃねえからいっか。行ったりとかしねえし、こんなの絶対。あ、うんち？アンクルだよ。アンクルって何？おばあちゃんだいぶ闇深いけど。お前、お父さんとお母さんどうしたんだよ。ロンドン縄絞りオレンジジュース買いました。最近飲んでばっかりですね。それは絶対うまいやつだよ。バカうまい。絶対おいしいよね。めちゃくちゃうまい。ギャングパンパン。アメ横感がある。アメ横とかでさ、ついていっちゃいけない外国人の店しかないよね、マジで。どうなってんの？ストリートエレキギター。しかもこいつは歌わない一切。音楽一本勝負。後のエド・シーランであった。ここでもらっていい？もちろん。あ、うまい。出来たてよ。だろ？ジャンキーこそ正義よ。うまい。というわけで、カムデンパークをたくさん歩いた結果、俺たちには刺激が欲しいということで、これからウーバーに乗ってトッテナムホットスパーズの本拠地に行ってゴーカートします。すごくね、マジで。サッカースタジアムにそれがあんの。このシンプルにスパーズのスタジアム行けるの嬉しいな、ね。ウディ免許とか持ってる？免許は持ってる。ゴールド免許。ああ、そういうわけで金メッキね。全く同じ理由で俺もゴールド化した。ただの童貞なんだよね、ガチで。危なかった。俺普通にさ、アーサルのあれ着てこなくてよかった。あ、アーサル、やばい、やばい、これめちゃめちゃええです。これから撮ってるのスタジオに行くのにアーサルのこっち着て死ぬ。一人でアーサルしてたら戦うみたいな思いよ。やばすぎ、優先にやばいよ。本当に日本のタクシーすごいと思うよ。Like a car license, right? Yeah, you need car license?これから車乗る予定だけど大丈夫そう？いやー、まあ、まあ自分で運転するから。後ろが悪いのかもしれない。じゃあ行けるね。次は俺が白く逃げるから。あ、マジやね。来たぜ。すごいなー。こんなんあんの？トッテナムのショッピーの横にこんなゴーカートができるところがあるんですね。服とかレンタルしてる。なんかそんな飛んでないね。うん、これ乗れるらしい。これよ、もうゴーカートの域超えてるから、マジですげえな。これを今から俺たちはやると。やれません。ここまで来たらできない。あっちが、あっちから。どっちだろう。なんか広いな、マジで。一周してみる。一周してみよう。せっかくだし。いろいろあった結果、ビッグベンに来てるんだ。でもその前に全員、膀胱がパンパンだから、スモールベンに行きたいんだ。どこにもない。本当にない。無事ね、最高でした。正直ビッグベンがこれを超えられるとは思いません。おお、明るいな、ロンドンって感じね。うん、おお、すげえ、あれだ、すげえ。おお、普通に俺のチームこれでかくない？でかすぎ。ズームできるのいいな。ね、いいよね。
どうも。かわいい。黄金のチンポや。ビッグベンじゃなくてディックベンになっちまうじゃねえかよ。ちょっと調子とこ。もうかっけえ。てかここの写真、LINE の背景の写真にしようかな。Thank you. 優しい。ありがとう。えぐ？なんか俺何もやってねえけど笑顔で手振っただけで幸せになったわ。ちょっと人との交流ってこういうことなんだな。日本見習え。ほんとロンドンは冷たい街だけどな、人の心あったけえぞ。あとおっぱいもでかい。いや意外と飯食ってても無事いいのかな。そんな芸術がそこらじゃある。日本すげえな。うん、確かに日本やっぱすごいわ。すいませんでした。なんかロンドンすごいとか言って。やっぱ日本の方が好きです。ZZ フード。なんか ZZ フードって。やれそう。ドラゴンボールかな。Are you ブリブリ？ Are you ブリブリ？ You are ブリブリ？ ブリブリ？ Yes。今日の俺たちの名所を紹介するぜ。これだったね。チーズピザチー。乾杯。急に貧乏。雑魚。本当に言ってるこれ。ビッグベン名物。ビッグベンホットドッグだ。いただきます。うまい。うまい。うまい。パンがめっちゃ冷たい。終わった。ソーセージのギャップすごい。やばくね？やばくねこれ。うん。ちょっと変にボケなくていい。なんか野良のゲロありました。俺たちはゴーカート失敗した。だからゴーカートをしに来た。5時にやろうと思っていたのに今は何時だ。9時だ。9時も過ぎてるぜ。ああ最高だぜ。俺たちはもうゴーカートでしか楽しめない体になっちまったんだ。まあでも大将ないんちゃう。やっぱ大将、うん、実際なこうやってないないない。へちょいへちょい。マジでおおすごい。すげえ。すごいぞ。あ本当同じような感じだね。完璧じゃん。やりたかったやつやー。ブーン。コナンのクロマゴールで。おい乾杯。おめえにはレッドブル早いよ。ガキは水でも飲んでな。いいね。準備できたか。やろうとは。正直マスクなくてもいけそうだね。おいいね。この人引率です。誰よりもノリノリ。俺ら3人だけのショーじゃなくて多分同じ時間帯の外人さんとかも一緒だよね。そうだね。全員ぶっ倒します。俺たち3人でな。ウリオなんか言ってやれ。おい舐めてるということでね。こいつが一番最初に死にます。じゃあちょっとカメラとか持ってったらぶっ壊すかってあるからここ置いていくわ。おめえら後でマジで俺たちの人生楽しみにしといてくれ。じゃあな。でもさ、あれなんだね、ラップ数よりもさ、タイム数の方が大事ってことだよね。そう。ああ？だから、俺の勝ちだよね。ああ？ちげえだろ？おめえが13周してるのに、俺は14周してんだよ。でも、1周回るのに1分8秒だから、ああ安全運転だよね。でも、安全運転だけど、その代わり遠くに行けたってことなんだぜ。距離かスピードかと、距離だろね、おい。順位見てもろて。おいおい。でも、よかった、最下位じゃなくて。それは本当にそう。さてと、え ?11 番!18 周した5人中1人です。俺ら10秒早い。噛みすぎるこの男。ドライブ楽しいと思ったらもう横から黒人の人がボン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 って。いやそう。あのさ、後ろからさ、このさ、これわかるこれ。今日途中ちょっとさ、あれだけど、でもこれで全部相殺された感ある。いや確かに、とりあえずやりたいことやれたってのがでかい。1日1個何かでかいのをやるって大事だわ。大事だわ。達成感あるもん。いいね。マーカスを意識してるね。ちなみに今朝 YouTube でちょっといろいろ調べたんだけど、今ユナイテッドってセンターバックマガヤだけじゃん、生き残ってんの。そう知ってます。センターバックゼロ枚の伝説のユナイテッド見れるから、多分希少価値めっちゃ高い。言っちゃえば全力で応援しよう。でも応援しちゃダメだけどね。今日は黙ってくる。クリスタルパレスと、ね、そうサポーターのフリシムスね我々。ウディが発狂したらその時はぶん殴ってと思います。
いやマジで目標は生きて帰ってくること生きて帰ってきて、うん、少しでもいい思い出ができればそう、ね、いいかな。ちょっとでもユナイテッドが勝ってくれるとかそういう思い出ができればよりいいなって感じです。ロンドンの古着街です。本当か、ねまあ、今のところ古着屋のっぽいとこないけどね。全然雰囲気ないですね。どうする祝日そんなのから今ちょっと祝日休み怖い、ね、今俺も怖いこと言った自分で。今日の祝日って何だったっけ。国民の休日みたいな、そんな感じのこと書いてたけど。まずいな、ここ絶対空いてるもんな普段。あーでもちょっと服が申し訳ねえ。ロンドンの古着屋で初めての服を消しました。もう勝率 20% っす。もうパチンコで青保留ぐらいマジで。あこの近いの、あこれこれ85番、これね。そう開いてる。やってるのかやってるのか。全然開いてるね。お置いてる、よかったこれは今日ウーリン先輩が買ったバーバリーの年代物のバッグです。どーこれ何年でのものですか。ちなみにこちらなんと、はい、1919年1919年にもかかわらず、かかわらず、まあね、1919年代のバーバリーってことは要するに、まあ、20はいくか、40万はいきそうな気がする。なんと衝撃のいくらですか。360ポンドなんで、つまり7万円ちょい。7万円ちょい。1919年に買ったにもかかわらず、うん、一度も使われていないと。やばく神アイテムガチで、ね、内側がね、ゴリ渋くて。そう見せてくださいよ、かっこいいバーバリーって書いてるわ。これがあの本物の証らしい。へぇ、すごいありがとうございます。買い物上手だマジで。しかもこの後僕の大好きな、マンチェスター・ユナイテッドクリスタル・パレス戦、はい、見れるということで。はい、この勝ったな。もうね、うん、この旅はもう成功です、これ食べて。これどれ。これを食ってほしい。ああこの牛高いですか。うまいと噂の肉を、うまいと噂のタレでやばいつけて食ってる。これはロンドンナンバーワン。ナンバーワン今までたくさん麺を見たからな。ナンバーワンマジでナンバーワンやばい。いやいや我々今どこに来てるでしょうか。そうクリスタルパレスの本拠地の最寄り駅に来てます。渋すぎるクリスタルパレスにね。俺たちはこれからクリスタルパレスを応援するぜめっちゃ綺麗景色。お本当だ、普通にいい景色だ。シンプルにもうちょっと来てよかったな感あるね。完全に薬物やってるなこのザハは。お出てきました、こちらがセルハーストスタジアムでね。いいね、これはこれでめっちゃ味あっていいな。なんかいいわ、レンガだし。わかる。ショップ行ってみますか。行きますか。はい。なんだあの人混みは、すごくないか。なんか人混みがある方に流れてきちゃったけど。ガナーズの時こんなにポリスいたっけ。逆にそれはそれで明らかに何かを探す犬がいるもん、ね、これ大丈夫か。これだってコナンとかで言ったらさ、爆発物探すぐらい人いるよマジで。おーパレスの、ね、英雄たちが ね、まあ、もちろん知ってるよな。いやもちろんもちろん。え、これガチでありそうですない。ないか。クリスタルパレスガチサポーターです。このジャウェイでプリーホームですね。あーいいね。背番号まで入れました。あー背番号何ですか。背番号はエベルチエリです。いいウッドボールでも非常にいいの。そして私が192センチのハゲ、完璧もうマジでクリスタルパレス応援する。大型スーパーの横にスタジアムが併設してるっていう、すごいよね。すごい初めてよこんな食い合わせ。島村しか併設してるとこ見たことねえもん。フランス4号へ。おう行きましょう。なんとかね、さっきあの優しいおじいちゃんにね教えてもらったんで。突破しました。無事到着したんだよ。2セットしたマジで怖かった。本当に本当にあの気持ちプリズンブレイクでした感じで。マジで怖かった。危ない。しかも無事になんか途中めちゃめちゃ詰められるっていう。いやでもなんとか入ってこれて、あとはもうこのね見てください、すごい、これすごいね本当。わかるかなこの圧倒的な規模感が。中堅クラブなんて言って本当すいませんでした。これもう国たがえたらマジクソビッグクラブよ。すげえな。
え、えぐくない？ちょっとまずいぞ。ちゃんとあの場所調べるわ。俺らやったな。29これ気持ちいい。めっちゃいいやん。完璧。え、待っていい？ごめんなさい。このこれわかるかな？ちょっとね、閉鎖的に見えるんですけど、カメラ越しでは、ね、俺ら的に言うと、もう完璧だよね。ちょっと遠く見えるね、うん、カメラと遠く見える。でも俺ら的にはめっちゃ完璧。まぁ、あ、ちょっとマンチェスターユナイテッドのやつらがなんかアップするらしいから、まあまあ、見てやるか。まぁ、あ、なんかな、まぁ、あ、多分うまくねえだろうけど、ちょっと偵察してくるわ、バレットサポーターとして。ツバつけてくるわ、ツバ。やばいって。え、もうそこよ。え、やばい、やばい、この距離感やばい。もうガールズバーよ、もうマジで。もう机挟んで向こう側に姫みたいな状況。でも伝われたら、あれなんかね、多分動画じゃ伝わんないんだよ。もう伝わなくていいわ、お前らね、知らない。だって俺らクソ堪能すったら。てか、あそこにいるの真ん中で。え、どこ右の真ん中。女だな。ねえ、だよ。これ女だな、女だな、女だな。どうなんだ。うわ、俺はバケツだ。うまい。ちょっとね、携帯ね、ちらっと見させていただいたんですけども、私が本日だけだ、10秒に1回しこれば一生しこれる説、無事バーンされました。おめでとうございます。バーンされただけじゃないですよ。はい、バーンっていろんなパターンがありまして、ただ広告収益が取られるだけ、これ一番緩い。次が動画削除されるボタン、これが次にヤバい。一番ヤバいのが動画削除された挙句にペナルティを与えられたボタン。これ私過去に一度やってるんですね。これ2回やると、1週間動画とかできないんですよ。で、私これ2回目なんですよ。やらかしたなと思ったんですけど、最初にやってるから90日経ってるからギリセーフでした。ということで今回はペナルティはなしということで、はい、今日から90日間は健全な動画を上げてくださいということですね。はい、絶対にチンコなんて言いません。絶対に言わない。本当に身の毛だった。常にイエローカード持ってる状態、遠藤渡るとどんな状態だ俺。バレスサポーターとしてこれは収めとかねえとな。仕方ねえな。この距離で。マジやばいな。マジやばい。すごい感じだ。興奮で言葉が出ません。正直マジでめっちゃ我慢してるよね。もう今もうやりたいもん。マスター終了したよ。バレスタボの大歓声が、まだまだ続くことができません。ただ手拍子をするのみ。いい、心をバレスに打っている。好きな選手は誰ですか？エゼ。我々の横の文字がガチサボです。今の歌全部歌ってました。私油断したらぶん殴られます。くれぐれも気をつけてね、実況していただきます。本日は、よろしくお願いします。喜べよ。ああ嬉しいわ、嬉しいよな。こいつ泣いてる。ブルトルマッチのゴールでゴールだ、日本人のゴール。もう地元大盛り上がりです。諦めんなって。マジで今日ひどい。ここまで順調だったのに。めちゃくちゃだよ。いやでもまだ45分あるから、逆にこっから逆転したらやばいね。逆転したら最高よ。踊るわ。ワンツーワンツーワンツーワンワンツーワンワンもう無理。マジでやばい。あれはもう無理。あれはうますぎる。さすがにやばい。4点目でこれやめてほしいね。まあこれはこれで悪くないわ。4対0ユナイテッド乾杯。負けの負け、負け中の負け。待てたー。
エンデー。もう外夜か。でもう10時だよ、ね、全然気づかなかったけど。こっちか。ロンドンの警備にはですね、馬がいます。馬がいます。え、犬はいたよな。犬は、犬はいた。なんか分かんじゃん、それは。なんかその薬物の匂いをたどるみたいな。馬は何。車でよくないか。ちょっと怖いんで、人混みにまみれながら行きたいと思います。多分俺ら二人だけどやられるね。マジで、うん、気をつけよ。子供とかがいる、この子供。そう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 、分かる分かる。俺らよりも雑魚いやつがいるうちに帰ろう。マジで。合流しますか、バンバンと。そうね、はい。僕は10ポンド負けました。ウディ君は何ポンドだっけ。うん、いや、15ポンド。ママは何ポンド負けたんだっけ。250 YouTuber の25倍。俺らがユナイテッドとクリスタルパレス戦ってるの見てる間、こいつと戦ってました。あと一歩で目標の120いったもんね。いけそうだったけどね。最後で負けるっていう。そう、60ポンドまで貯めて、赤が黒か2択で見事外して60ポンドが0ポンドになってって。俺ヤムチャみたいに倒れたら店員がめちゃめちゃ心配してくれたもんね。まさか俺が60ポンドしかかけないと思ってない、絶対。あとは飛行機で帰るだけだ。日本で日本食食べよう。あばよ、てみんなもロンドンに来ることだな。この街は最高だぜ。ロンドンから日本に帰ってきました。はい、ということで、はい、ありがとうございます。もうジメジメして気持ち悪い、日本ゴミってウディが言ってました。今俺たちは本当に冷やかけのショーが食べたいです。次はね、絶対自分の金で行きたいなって思うくらい楽しかったです。レイジさん、本当にありがとうございました。次もレイジの金で行きたいな。レイジさん、次もよろしくお願いします。小林さん、お願いします。ゴールだってさ、パワーセールでしょ。あ、そう、そうだよ。あ、確かに。これ意外ね、レイジのこととバンがついてきます。俺ら二人だったら無理だもんね。ここまでは堪能できなかった、絶対。マジでエンタメ要員としても通訳としても非常に優秀でした。え、でもちょっと道案内下手ですかね。なんかエレベーター来ちゃいました。海外だと頼りになるかもしれないけど、日本だとダメ。すだちのおうどんでございます。ありがとうございます。これを待っていました。すだちのおうどんです。非常に楽しみです。どうばんばーん。特にガンギマリーにもらった。この辺ちょっとタイマーの匂いするわ。いただいちゃってください。これなんだろう、お前が欲しかった食感は。この味なんだろう、この和風だしの味が欲しかったんだろう。I love 日本。すだちのおうどんをいただきたいと思います。ネギを乗せて、かつお節を乗せて、しっかりとだしを絡ませて。いい音。てかその音初めに聞いたわ。つるつるつるって。美味しくうどんをすする人と中指を立てる人ですね。ありがとうございました。